はい、どうもこんにちは、くんです。今日は猫又なんですが、まあ、猫又ってぶっちゃけ、自分の中では一番簡単な役職かなと思ってます。俺的な、役職難易度は一番高いのは、俺はそうだな、一番高いのは狩人とかじゃないかな。やっぱ噛まれる位置を予想しつつ、かつ自分は釣られない程度に白くあり続け、狩人対抗が出た時に対抗勝負で勝つっていうところがあって、猫又はマジで簡単です。本当に村目を取ればいいだけ。そして村目を取るのなんてね、簡単なんですよ。長文でダラダラと話していけば、村目と思う人はいっぱいいる。中身いらない、ダラダラ話せばいい。ダラダラと会話の主導権を握り続ける。そしてそれっぽいことを言い続ける。それがジロジャッジメント。さあ、やっていきますか。よろしくお願いします。280市民使用します。は？は？カミングアウト。カミラ白。おー、カミングアウト。ジェイローラ白、フェイカミラ白。うわ、めんどくさいなこれ。考察落としておきます。フェイ教師か、進化は分かりませんが、フェイ教師の、カミラ囲いは薄いと思います。理由ですが、カミラは、市民使用をしておりました。ここに教師がわざわざ、白を打たないと思います。カミラ今日、まあここに白打たないかな。フル押してほしいです。いやそれはない。カミラはスルーしましょう。いや、はあ、こいつは何やってんだ。いや、クリスが決めて、カミラは進行でもなんでもない。それに乗っかるロディはおかしいかな。ローラ目線対抗は強振が可能性あるのでは。エマですから、初日囲いではないという趣旨の発言です。おそらく、私の発言の日本語的な日本語を理解しておられないので、もう一度読んできてください。まあいいです。3枚確定すれば残り全役持ちで実質狼は市民噛むしかない。え、バカだろ。カミングアウト。は？カミングアウト。なんだそりゃ。は？な、何をやってんの。あ、もうゴミゲーやってんのかこいつら。こいつゴミゲーやり始めたな。これはカミラ・ロディ・アンナが先般組な匂いするな。先般三人衆だな。市民4か。じゃあ市民は4ね。
一陣がいると。は？まあ、ロディ、アンナ、マリアから釣ればいいんじゃない？アンナ、ロディから釣るから殴りよろ。いや、延長しろ、延長。延長希望。ね、こんな噛まれる位置を作ってくんだ、わざわざ。アホかな？アンナ、ロディからだな。うん。いや、ロディでいいと思う。ロディ、黒猫、ありえるし。まあまあ、ロディでいいと思うかな。マリアンヌ後から乗っかりの意味。いや、別にそれはあるんだよな。それね、スーザー。ロディ、仮に、黒猫だとしても、余韻じゃね？ああ、これはロディ釣りですわ。黒まであるとかじゃなくてさ。カミラ黒はない。黒はない気がするので1分前ロディかな。やべえなマジで。平日昼間もすげえジャッジメントやってんなマジで。うん、マリアはありえるね。マリアはありえるね。マリアが、最後に出てくる意味あるよ別に。ロディかマリアあたりから。クリス、もう決めるんだって決めろ。延長決まる。決めれないなら延長。10秒前。延長決まる。いや、全釣りとかしてて縄足りると思ってんのこいつら。マジでやばくねえか。全釣りとか全釣りとか縄足りると思ってるの。やばいね。市民の、カミラ、ロディ、アンナが一番アホだな。ここの新市民マジやばいな。ん、つか、今日、本日は、市民仕様以外をする必要ないので、他は殴りません。市民仕様内で釣るならロディ。アナ、黒猫も、いや、まあまあ、ぶっちゃけ、なんでもあるよ。アンナもロディも。アンナもロディもなんでもあるよ。アンナもロディも、正直、意味不明な動き。カミラもアンナもロディも正直意味不明な動きだし、全員、ぬらりゼロの動きなのよ。猫が、噛まれる可能性をゼロにしてるし、
だから全員ムラリないないから、ここに差はあんまり見られない。強いて言うならロディが一番最初に乗っかったから不自然って感じだよね。30秒前。いや、やばいねこれ。ムラリゼロやばい。この市民4人衆マジでやばいよな。まあ市民3人組か。こいつらマジでこいつら本当にやばいね。市民4人衆てか、まあ黒猫が市民4はおかしいけどね、正直。だって噛まれるじゃんこれって。黒猫市民4も意味不明っちゃ意味不明だよ。だから黒出てるよ多分。ここ黒猫じゃないと思うんだよな。まあ、ロディ黒猫の立場、いや、でもロディとかカビラとかアンナとかって市民にしても意味不明だし、黒猫にしても猫股にしても意味不明なんだ。こいつの立ち回り、こいつらの立ち回りって。今日の髪で若干わかるけどね。トーマスもなんかロックオンしてるしな。なんかスーザンがどうこうとか言って、こいつアホなのか。まあ、ロディでダメだったらマリアかな。もうマリア釣るしかないよねこれ。カミラ黒ってありえるか。黒で市民仕様で対抗はボコボコ出てくる。読めねえなそんなの。人狼卒だなまるで。あ、これ黒釣れたかもな。これは黒釣れたかもね。ロディでストライク入ったかも。これはストライク入った説あるな、この紙って。なんで市民を狭める紙だから、アンナとカミラに黒がいたらこの紙できないっしょ。これはストライク入ったでしょ。クリス、ここへ。共振部屋だから結果すぐ行ってもいいよ。ソフィア白、トーマス白。こいつらアホだなマジで。クリス色は？白。あー終わったな。白で市民噛む理由がわからないんだけど。狼がめっちゃアホなんかな。トーマスは初日から沼ってるけど、マリアンヌ髪は、ロディ釣られた時の髪プラスカミラ、アンナに黒いたらすげえ弱い髪だよ。ロディ黒が カミングアウト。くさ、ほんとくさだな。あ？お、ってことは、あ、ってことはこれ、あクリス提案。120で、残り約束同時使用。どう？もう無理っしょこれ。どうせ市民噛みつぶされるっしょ。考えがあるんだったらいいけど。で、カリウドはどうすんの？だ、出るな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 。あー、クリスさ、これカミラ、
カミラ黒猫っぽいな。ここまで沼れるか。カリウド決め打ちならこれペイジェイの、審議決め打ちと同義だよ。同じだよ。あートーマス3なら、ジェイシン決め打ち。ここまで囲わない。ん？トーマスなんで？ん？トーマス黒見てするならジェイシーン決め打ちじゃね？トーマス黒ならフェイ破綻だし。だからトーマス3イコールトーマス黒と見るなら、フェイの義を追うことになる。つまり、J 決め打ち。ただ別に私はどっちにしろとか言ってないよ。てかエマトツ、あ、終わったなマジこれ。大体片、やべえなマジこれ。でもこれさ黒じゃねえんじゃねえか。うん、これさ、これトーマス進化もな。視点がさ、あんまブレてないんだよね。トーマス真に1票、ジェイ・フェイの、審議は決め打たずに1分前スーザン釣りで良い。エマは知らん。どちらにせよ、エマが突然死してる時点で今日黒絶対釣らないと負けるから。スーザンのここでローラ殴りはが相当黒いな。トーマスの偽要素提出してどうぞ。カリードならスーザン。フェイは？フェイどこ釣りたい？1分前。フェイギで置くんだったら30秒前。めちゃくちゃだなマジで。トーマスは絶対クリス守りってことでいいよね。クリス
おいトーマス、クリス絶対守れよ。絶対クリス守り、トーマス。10秒前。これで黒連れてねえとマジで終わりだな。いやー初日にシミシーをこんな連打されたら無理だよね。もうなんか猫が絶対に踏めないみたいになっちゃったもんな。市民の神所作っちゃったんだよねこれで。ただ一体どこに黒猫が出たんだ。いろいろ謎だよねこれ。いろいろ謎なんだ。どこに人外がいるか全く分かんないんだね。これもうバカなことしてるせいで。いやーこんなのきついよね。おー来た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 、噛んでくれた噛んでくれた噛んでくれた、おっつー、よし、いいっすね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 。よくそこ噛んだね君、よかったよかった。よしこれトーマス黒あんじゃねえか、いけるぞいけるぞ。スーザン白ならトーマス釣ろうぜ。よーし、よかった。市民使用組。お前、アンナが黒でよう噛むな、その髪。潰される髪だぞ、それ、最終的には。おはよう。ってことは、これ、トーマス釣りなのかね？カミラ、白。ローラ、白。え、これ何これ、カミラ確定白か。いや、フェイ噛めないやろ。で、クリス結果は？もう結果言ったら一瞬なんだからさ。てか、トーマス、黒猫。あ、強振か。ジェイ黒ね。あ、スーザンが強振か、お前が。あ、スーザンが強振か。だ、エマのせいで RPP なんのか。そういえば J のロケットあったわ。明日5なので依然エマトツならエマトツのソフィア釣り。ああ負けたなこれ。本指定 J。 フェイカミ、トーマス釣りか J 釣り、クリスカミ。トーマスいる限りクリス噛めない。J 投票。ああ、そうだな。
確かにエマ黒猫かどうかだな。もうエマお前に全てがかかってる、この謎試合に。あー、3人 J 投票、これ3人 J 投票したら村勝てるんじゃね。これトーマス勝ってるぞ。これフェイ目線トーマス白だから釣れないんだよな。てかなんでローラ噛んだ。まあローラ神、まあでもしょうがないか、ローラ神は。まあエマのせいだな、これ完全に。完全にエマが30秒前、エマのバカタレだな。お、 J 投票したな。フェイは J 投票しないのか。お前が J 投票したら勝てるぞ。10秒前。てかフェイ目線、フェイ目線トーマス投票アホでしょ。おフェイ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 、おー勝った勝った、あぶねー。ええマジん、どうなった今、誰が入れた最後ん。 J 投票したよね今で、 J はトーマスに入れたのか。ん、なんかよくわからんな、これよくわからん動きしてない。最後誰入れたの。え、あ、3-3 で負けたのか RPP で。まあ、クリスが沼っちゃったって感じか。まあでもしょうがないかな。まあでもトーマス吸っちゃうのは。まあ、エマが悪いね。やつか、俺 J の強振の仕様のやつ、俺が指摘しとけばよかったな。市民仕様で完全に混乱したな。ロディとカミラ何だったんだ結局。まあ 25% だし勝てるかな。で、J で終わりか。で、ソフィアが何かだな。ソフィアが何かによるね、これ。ソフィアがパン屋だったら勝ち？突然死前提ってのはやべえな、マジで。一人突然死前提なんだよな、これ。おはよう、おはよう、おはよう。あ、パン屋ソフィアか！来た！え、ソフィア何やってんのこれ。ええ、ソフィア落ちてる？落ちるって早く。はあ？何やってんだこれ。ソフィアが多分、ソフィア分かってねえんじゃねこれ。え、多分ソフィア分かってないぞこれ。で、トーマスで終わんないっていう視点でな。あー、よかったよかった、分かってたな。いやー、市民仕様2人組厳しすぎたな。ちょっと俺もちょっと強振のことちょっとあんま考えてなかったな。
カミラもまあなんとかなったからいいけど、なんかあれがやばいな、ロディとカミラの市民仕様がマジでやばいな。まあ、マリア噛んでくれたり猫踏んでくれたりして、まあ、割となんかトロールが多かったけど、あとエマが黒猫で突然死してくれたこともなんかプラスに働いたね。結局じゃあおや、いきなり市民仕様か、厳しいな、かなり混乱したな。いやマジすまん、いやマジ、市民仕様連打に気を取られて、J のロケット少し見落としてた。市民仕様連打いらんかったな。まあ、カミラは最悪一人は良かったとして、私さしてるよ。まあでもまあよ、まだ読まなかったからな。間違って打ったとかって言ってたけど、やばいな、間違って打ったっていうのはあんまりなんかで結構思考が飛んだな。そっか、そういうことやってくるやつもいるのか。間違って打ってしまいましたって言って打っちゃう、きついなそれやられると。そうか、間違って打ったか。なんか他の人狼ゲームでさ、間違って打ったっていうのなんかアウトだったんだよ、メタになっちゃって。間違って〇〇しましたみたいな、あ、間違って占い忘れましたみたいな感じなのが、占い忘れで新芽取ったりもするからな。間違って打ったも警戒しないとダメだな。やってくるやついるな。なんかメタだからさすがに特にそこは意識しなくていいかなって思っちゃったな。確か間違って打ったって言っちゃったんだよね、ローラしろって言って押してしもうたみたいな。それでちょっとスルーしちゃったな。ちょっとやばいな、間違って打ったぜ多分流行るかもしれんな。警戒しよう。ということで